去年の振り返りお願いします。去年の振り返りで一番大きな出来事はアブダビでの世界大会ですね。世界大会に行けたこともすごく嬉しかったのですね、うん、やっぱその世界2位になれたっていうのも、うん、なんか多分今までの大会とは違うっていうか、もう今までの大会とは比べもなんないぐらいなんか緊張したステージではあった。2年前にアブダビで世界大会やるって聞いて、うん、でその世界大会に出れるためには強化指定選手にならないといけないっていう一つの壁があったんですよね、はい、そうで、その壁を乗り越えるためには、まあ、強化指定選手になるためにはその公式の大会、日本国内の公式の大会を出場しないといけないと、うん、公式戦に、うん、で、その年間ランキングで強化指定選手が決まるっていうシステムだったんですね、その当時、うん、必死に食らいついてなんとか強化指定選手になったんですけど、あれで表彰台に乗れたおかげでアブダビに行けたんじゃないかと思います。うん、メイク率はすごく意識してますね。マサト、もともとあれじゃん、関東やん、はい、埼玉、うん、埼玉です。結構、関西来てどれぐらいだっけ。関西来てもう6年、7年ぐらいですよ。なんか関東とさ、関西の違いとかってある？街の雰囲気の違いとかでも。いやどうっすよね、なんか運転することが、関東と関西の違いはやっぱ信号に引っかかる率が高いのが関西です。あ、そうなん。関東の方が引っかからない。うん、西の住み心地いいっすよ。ちょっと街から離れてる感じ。どっか仕事出て、遊びに出ても、なんか家に帰るか、結構自然に囲まれてて、うん、オンとオフがしっかり分かれてるような感覚です。いいとこっす、川西。兵庫県。兵庫県。まさか兵庫県民になるとは思ってなかったっすね。本当にたくさん応援してもらえてたっていうのがあったのかなと思います。
わうわうわ一生期間していきます。勝つぞ、来年も勝つぞ。なんか応援してくれる人がすげえ増えたから去年は、それでなんかうわちゃんとやっぱ格好よく乗っときたいみたいな、それがモチベーションになって乗れたんで、絶対乗れた、それで絶対乗れたと思うんです。まあホームだったっていうのもあるけどな、アブダビがやっぱ違う、あの他のヨーロッパでやってる感じと。なんかもうアブダビに住んでたのがあってウキウキしてその街中に入れたし、その他の海外でもウキウキはするけど、なんか落ち着けるウキウキ具合、懐かしいここ、でも今回大会できてるし、パフォーマーとして行ってた場所にその大会でまた戻ってこれたっていうのが超嬉しくて、へー、うん、やっぱその時働いてた従業員とかと、ここアブダビで大会ないんかみたいな、その時ヨーロッパの大会行ってたけど、アブダビでやったら俺も出たいよね、出れるでしょって話してたのがもう6年7年もしくはそれ以上ぐらい前に話してたことが去年実現になって、いやみんななんか行ってらっしゃいみたいな、レッスン閉まっちゃうけど送り出してくれて、そういうのあってやっぱ頑張れたっすね。